いいですか、こう意識は今朝練習したにここら辺に意識を持って、うん、ここに向かってこうクラブを振って、ここで向かってシャフトを回して、はい、そうそうそう、もうちょっと近づいていいですかね。はい、OK です。はい、そういう感じですね。そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じです。だから全然手前打つつもりがこうボールに当たっちゃうじゃないですか。そういう感覚。当たりはなんかいいですよね。はい。残り40、50ヤードですね。これも A でいいんですか。はい、普段は A ですか。はい。はい、OK です。じゃあ A で。A です。A と S も。S、はい。S はあんま使わないですか。使います、使います。ですね。まあここにこう立った時に。まず考えるのはグリーンに入ってからのピンまでの距離、はい、ここにいるとあんまり見えないじゃないですか。分かんない。でこういう時は A でグリーン落としたら止まらないんですよ、はあはあ、だから S であのグリーンと H の間に落とそうとしないと、うん、まず A では多分グリーン落ちたら全部出ていっちゃいます。なるほど。なんかこれがグリーンが結構面が長くて奥の方にピンがあるんだったら A もありなんですけど、はあはあ、エッジからピンまで距離がないから、はあ、こういう時は A だと止められないです。あと、まあ、3度で50ヤード。50ヤードって多分このぐらいだよね。このぐらいか。全然足りないです。足んない。で先ほど言ったようにここですよ、うん、ここに振りながら回す。あ、なるほど。落とし、そう、腕をクラブを下ろしながら回すと。そう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 。だからビビっちゃダメですよ。なるほど。そうそうそう。しっかりと地面を叩くつもりで、そう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 、 OK。 ボールをうまく打たずにボールを打とうとしないで地球を打ってください。こうやって、そう、思いっきり地面を地球を打ってください。まだ全然地球打ってないです。そう、そのぐらいいかなきゃダメ。そのぐらいいかなきゃ。マジですか。マジです。もうあの芝を破壊してください。そうです。はい、そうやって芝を破壊してください。思いっきり掘っていいですよ。そう、そうやって打ってちゃんと当たるんです。ターフだった。そういうことです。そういうことです。生まれて初めて生まれて初めてこのターフ。おめでとうございます。ダフったんじゃなくて、はい、ターフですね。今の手応えがプロたちが感じている手応えです。だからいかに普段クラブを下にリリースしてないかなんですよ。これね、もうとこういうのはねすごい得意。なるほど。もう三ツ橋 TV のこれ絶対ここで当たるようになった。そうですね。あとこれはどうしたらいいですか。まあ、真っ直ぐからやや右スライス気味なので、まあでもまあ落ち際がちょっとフックで最後が右なのでほとんどまっすぐ狙っていいと思いますね。ピンに向かって。はい。こんぐらいかな。うまい。おお、上出来です。三ツ橋 TV ヘビーリスナーナイスです。うまいです。はい。これはどうですか、見た目。下りの。ちょっとこう行く感じですか、右に。はい、いやいや。で、ライン読むときはね、はい、面倒くさくても一回絶対地面に自分が近づいた方がいいです。はあはあ、必ず、はい。もう、で、3メーターぐらい離れた方がいいです。3メーターぐらい。はい、3メーター、3メーターぐらい離れた真後ろから、うん、真後ろからですね、真後ろからしゃがんで、ここでしゃがんで、はい、しっかり地面の傾斜をここで読んだ方がいいです。はあ、ちょっと右にこうなって。そう、だから若干スライスってことですね。だから左のスライスですね。OK です。単純に今下りのスライスっていうのが朝の練習場と同じ感覚じゃないですか、うんうん、これ下りのシャドウが全然違うじゃないですか。シャドウ、傾斜の角度が同じ下りでもこっちは緩やかな下り、そうだ、朝の練習は急な下りじゃないですか。なるほど。そこはやっぱ判断して情報量だね。でそれを本来はここから判断してほしいんですよ。ここに立つとまあこのぐらいのシャドウだなっていう、はい、だからここだけ立つとあ下りだなっていう先入観だけで打っちゃうんで、意外と下りでもそこまで大した下りじゃないなっていう感じですね。深い。すごい情報量を得るって大事だ。そうですね。今の打ち方はもうさっきの練習を、そう、練習の、そうです、練習の下りの傾斜の感覚でやっちゃってるので。
ナイスバッチリです。今いい絵撮れたバッチリです。今いい絵撮れたバッチリですもうクリちゃんなんか俺もう本当に親友みたいに思ってるから ありがとうございます。ヘビーリスナーだからやばいな、視聴者に怒られるな。いやいや、とんでもないです、とんでもないです。おー、ナイスタッチ、すごい。ほぼこうやっていけんだね。これまっすぐ。ナイス。ナイス。うまいわ。もうグリーン乗ったら勝ちですね。これはね。でもパターはなんかあのグリーンにグリーンというかコース出ると、はい、あの上手くなるね。おお。最初だからあのゴールも始めて。はい。まあいわゆるそのティーショットとかさ、はい、アイアンとかさ、もうなんつうの本当のノリで、はい、あの当たるし、はい、まあそれなりのとこ飛ぶし。はい。でもグリーン乗ってから、はい、もう何これ違う人だよねこの人だけはだからあのせっかくパンオンとかしても、はい、もうパターがもう全然入らない、はい、っていうのに気がついた、はい、ゴルフ初めて。朝パッティンググリーンこれがスタートする前には特に何か気をつけてることありますか。あれ三田さんだよね、あのこのなんだっけ膝から膝。そんなこと言ったことない。言ってないね。とりあえずあの膝から膝、あ何足から足って何つうの。これで打ってみて。はい、あ今日はこうやって打つと。あそれは僕言いましたね。言ったよね。例えばちょっと貸します。例えば朝例えばですね。じゃあまあ僕今初めてこのグリーン上がりましたんで。これ同じなんですか。コース違いますね。コースほとんど。あこれ。はい、でじゃあパッとまああそこ見るじゃないですか。はい、でももう初見で例えばあのカップもらって、うん、こう構えて、うん、初見でこうしますね。でこれが、自分の中でこう見た時に、まあ、まあ距離感今あったのでプロだな、やっぱ自分の感覚とこのグリーンは今合ってるっていうことですよね、うんうんうん、でこれが例えば打ってみて全然自分の感覚よりか転がってしまったり、うんうん、全然届かなかったら、うん、まあ、自分の感覚と現時点では合ってないので、この感覚のすり合わせを朝しなきゃいけないんですよ。で、例えば短い距離でもそうなんですけど、ちょっとじゃあここに、まあ、まずこうここに、まあ、大体まあ4メーター半ぐらいですかね。これね、そもそもパターもさっきこうなの。いや、パターはね、もう本当にこう下からこう、あ、まあ、まあ、パターは、まあ、はい、握り方そんな悪くないです。で、まあ、とりあえずボールも真ん中でいいですね、はい、全然いいです、まあ、この距離だけ頭でイメージして。なるほど、はい、あそこに止める前提で、はい、うん、ここ行ってください。これ強い弱いどっちですか。弱い弱い、はい、ってことは見た目よりか自分がしっかり打ててないってことじゃないですか、はあはあはあ、だかこれがもう目つぶってもう、まあ、パッと打ったらもう簡単に距離感合うまで朝しっかりこう距離感を覚えて。なるほどなるほど。まず 目で距離を目視してイメージしたら、そのイメージ消えないうちに実際打ってみて、でまず確認せずに、でそこから確認して距離感があって合ってくれば、うん、だいたいこうタッチが自分の感覚にこう入ってくるので、朝はだからもうとにかくそのグリーンのコンディションの感覚をとにかく体にしっかり入れる。なるほど。さあ別に距離とか関係ないのね。関係ないです、はい、どの距離にいても今のもう自分の感覚で打ったのがだいたい合うようになるまでまあ練習する。なるほど。今度はこう下りなので、下りの距離もしっかり練習して、目で見て目視して距離感イメージしたら、そのイメージですぐ打って、でこれが今、まあ、かなり強いわけですよ。強いね、はい、こんなんで強いの、はい、まだちょっと合ってないですね。なるほど、下りが、はい、まあ、大体いいですね、うん、そうすると自分の持っているか相当軽く打たないと、うん、だから池森さんの感覚よりかは早いんですよ。だから今日は下りになった時は自分が普段打ってる感覚よりか手前に穴があると思って加減するんじゃなくて、手前に穴があると思って打ってほしいんですよ。なるほど。
イメージ。クリちゃん、はい、イメージ大事だから。お願いします。音楽なんかもう 100% イメージだ。ああ、なるほど。これはかなり曲がるラインなんで、まあ、ここら辺狙っていきますけど。あ、そんなに。はい。